どうも、ぽくにゃんちは。こんにちは。ぽくちんです。兄貴です。寿司です。かつにゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。めっちゃ遅かったっす今。いや、なことない。いや、なんか兄貴さん、なんか肩に刺さってるよ。あー、そうっすね。身内にやられた気が。かっこいい。おしゃれ。おしゃれ。ほんで、これ1ヶ月ぐらいかけて、はい、なんか仕上げたじゃないですか。はい。まだ仕上がって今日はないです、中身。そうなんすよ。だから本日、なんとかして、はい、もうゾロ目だし、パート77でしょ、今回。お、ラッキーセブン。ラッキーセブン。だから、いい建築ということで、下。下？整地ですね。ここら辺。ここら辺が、もう気になるっしょ、これ。下まで繋げていく。そうここら辺削ったりとか、そういう雑談しながらの作業でございます。かしこまりました。というわけ で、はい、です。早速いきますか。いや、これだったら特に吉さんの活躍の場がね、広がるんじゃないのかなと。広がりますか。いや、吉さんすごいじゃないですか、こういった作業すると。あ、そうですね。黙々とする作業は頭を使わずにやるのは得意なの。黙々と作業されるんで、誰がやっても一緒ですからね。いや、そんなことないですよ。吉さんがやった後だけは分かりますよ。吉さんがやった後だけは。ここに合わせていくってことですよね、この高さ。そう、もうここら辺に合わせていきたいですよね。土を大量に置くなったらいいね。なんか土大量にどっか置いたよね。置いたかな。捨てた気すらするからな。じゃあ多分捨てたらと思います。これ採掘速度上昇とかあるといいんじゃないですか。これ持ってくるの超めんどくせえけど。ビーコンっすか。ビーコン。いや、でもみんな力合わせればなんとかなるか、こんぐらいは。いや、やりましょう。ちょっと僕じゃあ移動させますね。はい。なんかビーコンあまりなかったっけ。あまりあまりあるわ、そういえば。あ、あ、でも鉄が鉱石がねえか。頼んだぞ。はい。今土敷き頑張ってるから、うちいいスコップがねえから豆腐のように削れねえんだ、土が。そろそろ寝ようかな。うわー、これみんな襲われるだろうな。早く寝ないと。そろそろ寝ようかな。火災がみんな寝てます。んな、そろそろ寝よ。よいしょ。あー、よく寝たな。ここら辺ちょっと削りますかね、サクッと。はい、そうですね。ビーコンどっか隠したっすよ、そういえば。え、隠した。確か生放送かなんかするとか言って、うん、話の順番が合わなくなるからっつって、おーほーほー、3連ビーコンどっか隠したんですよね。どこやったんすか、それ。3連ビーコン消えましたね。消えた。え、それまたウィザー3体やりに行かんとあかんのじゃないですか。ウィザーチェストはあるんですけどね。なくなった。なくなるもんなんすね。半年ぐらい前に。あんだけ貴重なもんなくなるもんなんすよ。やっぱ物はなくなるためにありますからね。そうっすね。なんだかんだ約束は破るためにある。そう。そういうことですよね。そういえば、今日なんだけど、昨日かな？はい。そちらの、なんか、ツイッターのチャンネル名が、なんか、もっこり、はい、ゲーム実況みたいな感じになってたけど。カズさんのなんか、もっこりカズさんってなってましたよ。いやー、罰ゲームは恐ろしいですね。丸伸びって怖いですよね。だから今度やりましょうよ。ちょっとこの4人でもこのひりつく戦いをやりましょうよ。マイクラでもいいんじゃないですか、今度。ああ、いいですね。コミチンの得意なパドンです、はい、バトルマッチで PVP 的なやつで罰ゲーム、罰ゲームやりましょうよ。弱いからな、カズさんたち。そんなはずないだろって。罰ゲーム何にしよう。そっちツイッターがな、基本ポコニャンだけだからな。そうなんですよね。3人よ。いや、難しいな。何がいいかな。罰ゲームで動画作ってもらおうか。罰が重い。お互いのマイクラあるじゃないですか。お互いのマイクラ。はい。そこでなんかやればいいじゃないですか。ああ、なるほど。一本代わりに編集するみたいなことでいいですか。いや、編集するとかじゃなくて、もう、はい、例えばうちが負けたら、もうポコニャン崇拝してますみたいな感じのモニュメントを作るとか。ステマチックなやつ。ステマチック。常に見える場所にポコニャンの顔を置いとくとかの。はい。
だってそっち側やったらもうカズクラのもういい場所にもう設置する、はい、モニュメント。なるほど。あ、いいですね、それも。おかとさんとおかさん、これ3対1ですよ。ちょっと待って。圧倒的に不利。いやで、こっちがもし、こっちが負けたらもちろん普通に作るが、はい、で、そっちが負けたら、はい、3体分だよ。カズクラ3体。あ、それぞれがじゃあ作るカズさんみたいな。そう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 。カズクラ3体作ってもらうみたいな感じでやればいいんじゃないですか。なるほど。その罰ゲームで。面白そうですね。そう、勝ったら宣伝になるし、これはいいじゃないですか。いいっすね。ちゃんと町の中っすよ、しかも町壁地に、壁地にカズクラの顔置いたらダメなんすからね。遠くの方にもうなんか描写の関係でもう霞むぐらいの場所に置いたらあかんのやでの。おしゃべりしてるうちに、はい、結構で出来上がっちゃったんじゃないのこれ。全然まだ土台のところ。そうですね、土の森がまだ全然埋まってないです。もう閉めようとしてました。そんなことないよ。いや、よく見たら俺土めっちゃ張ったわ。あ、本当ですか。うん。あれ、もう一応終わるよ。そっちから見たら多分もういい感じになるんじゃないかな。ある程度の角度から見れば。ある程度の角度。見方によってはそうちゃんと見えるからそれで騙すみたいなことですか。違いますよ。そういうんじゃないです。ネット動揺してるじゃないですか。いや、詐欺はダメですからね、やっぱ。さんといえばしっかりとした建築ですからね。そうですね。中身がぎっしり詰まっているのがやっぱ建築家ですもんね。そうですよ。短くてもさっくり見れてね、中身も詰まってるのがうちですから。よいしょ。よく寝たー。あと土張るだけだよね。トロッと削って。土を。もう終わりですね。あ、でもその辺もっと行くんじゃないですか。向こう側がね、全然。向こう側は大丈夫大丈夫。木生えてる場所だから。あ、え、結構やばいっすよ。大丈夫大丈夫。これモンスター巻き放題じゃないですか。こっちさえもちょろっと今いい感じにすれば。面倒くさくなったんですね。いやいや、そんなことない、そんなことないです。飽きたいや、もう今すごい楽しくてさ、仕方ないんですよ。この掘る作業がすごい楽しくて。それはそんなビジネスマインクラフト。こんなじゃないですよ。もう今掘るのがもう楽しくて仕方ないんですけど、見えたなと思って今一瞬いい感じに見えてきたなと思って。もう今なんか何やってるかっていうと、安山岩を削って石に置き換えるって作業してるんですからね。あ、素晴らしいですね。こんな視聴者さんがパッと見で分からないところも、しっかりやっていくのはカズクラスから。え、マジでないビーコン。ビーコン探したらコメチンから金一歩みたいな企画、後半をもしかして。ああ、失われたビーコンを探せ。ああ、いいね。いいっすね。うん。でも隠したのあなたでしょ。はい、いや僕とは限らないですよ。いやいや、でもボコニャンの誰かでしょ。よしさんかもしれない。そっか、兄貴かもしれない。さんかもしれない、ね、そう、私かもしれないし。わ、でもそれいいですね。そうっすね。うん。アマゾンギフトカード争奪、ちょっと遅めのお年玉企画。おっ、お、嬉しい。それ後半にしましょうか。じゃあ失われたチークを探せ。うん。わーい、もらおう。一つにつき1万え、マジで1分のアマゾンギフトカード。めっちゃ頑張りたい。絶対3つ一緒にやるでしょ。やばいじゃないですかそれ。いや、カズさん、僕らが見つけた場合カズさん払うんですよ。え、コミチンじゃないか。あ、そうなの。僕以外が見つけたら、うん、僕が払いましたけど、うん、僕が見つけた場合カズさん、待って、フリ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 、それいや、僕だって1対3じゃないですか。1対3。怖い怖いよ。これがチームの力や。恐ろしい、チームの力恐ろしい。兄貴とヨシさんが見つけたら僕がだって手出しで3万円手出しで。こんなん、そうでしょ、そりゃ。あ、ほんでコメチンが見つけたら、あ、うちが出すってこと、はい、そうです。ああ、なるほど。カズさんが出すのはもう僕が見つけた時だけです。ちょっと今見つけてメモってるんじゃないじゃねえ。そんな卑怯なことしないですよ。でもコミチンが行きそうな場所を探せばいいだけだな、重点的に。完成。早っ。いや、カズさん、これ本当に資源がいっぱい落ちてます。資源が完成しましたよ。お、いた、ダイソンいた。ダイソン、人間ダイソン。ダイソン、よっ人間ダイソン吸い取ってるね。カズク
プラでは、なんか、土も大事な財産だからって、なんかすごい綺麗なこと言ってましたけど。吸い取ってるね、ダイソンが。吸い込む吸い込む、あのダイソン。すごいなぁ。さあ、みんな。いいセリフだけ聞こえて、やっぱ編集されてる。ほら、みんな集合だよ、こっち。はい。お前もちょっと土並べましょうよ。サムネ映え好きな。サムネ映え大切ですね。うちらはインスタ映えよりサムネ映え派すからね、やっぱ。ほんとそうですね。サムネとタイトル映え。あー、キレ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 。うわ、めっちゃいいわこれ。あ、やっぱ土は全然足りないんだな。アイリス、ここも中身詰めた方がいい。どうします？いや、あんこは詰めた方がいい決まってるじゃないですか。手抜きダメ絶対です。当たり前じゃないですか。めちゃめちゃいっぱいありますからね。でも、もうエンディング撮りますよ、こっちで。後編に任せたから、いろいろ。ほら、集合だ、みんな。はい。あ、でも綺麗になったよ、すげえ。綺麗になったっすね。うん、綺麗になった。はい、というわけで、完成いたしましたね。はい、やったー。わー、すごーい。もうめちゃめちゃ綺麗。こっからちょっと動けないけど、いろいろ分け合って、もう完璧に仕上がりました。そうですよね。ほんでもう前編でこんだけ仕上がっちゃったので、まあ、後編はなんかミーゲンみたいなことするかもしんないし、まあ、またね、概要欄にリンクございますのでご期待くださいませ。はい、ではまた後編でお会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。